はいどうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はここに来てます。水上の闘技場ですね。下に宝箱がありまして、降りたらば、ライネルとの5連戦になります。それでは早速行きましょう。あ、ちょっと HP 回復していくね。それでは、行ってみましょう。来た、ライネル。まあ、いつも通り戦っていきましょう。ちょっと待って、見えにくいぞ。すごい見えにくい。ちょっと待って。まあいいか。仲間がいると見えにくいね。でも、こいつらも戦ってくれるからね。一応。見てくれた方が、いや、ちょっと待って、これゴーレムがすごい見えにくい。ゴーレム消そう。ゴーレムダメだわ。ゴーレム以外はちょっとこの半透明になってるからね、大丈夫です。あー、危ねえ。まず最初のね、ライネルは雑魚ですね。はいはい。じゃあ次、アイテムが結構出るから美味しいよね。うん。これ赤い月が出たら毎回来よう。よっしゃ。あ、こいつ体験だ。体験持ってる。武器が毎回違うんね。ちょっと待って。もう壊れんの？ちょっと待って。あ、やばい。これ。やっあぶねえ、あぶねえ。うっそ、ちょっと待てよ。壊れすぎ。耐久力、もともと減ってたのか。もともと減ってたんだろうね。あれ、うまくいかん。まあまあいいや。じゃあ、砂の方がいいか。お、ナイスナイス、いいよ。よし、懐かしい。こんなんやつだよね。オッケー。2体目倒した。次、あと3体だね。おおお、この色は白銀じゃない？多分白銀ライネル。で、槍かこいつは。うん、はい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 。どんどん武器が変わってくる。でもなんかライネル系の武器を持ってるやつがいないな。あ、もしや今回ないライネル系の武器。重心とか。あ、やばいやばい。しゃ、槍ちょっと戦いにくいな。おお、ナイス、いいね。壊れそう。ちょっと待って。おいおい、同じあたりだもんね、これね。弱点ね。いいんじゃない？お、懐かしい懐かしい。エクスプロージョン。これをね、ジャスがするのはだいぶ練習したからね、もうさすがに慣れてるよ。はい、やばい。武器がちょっとないかもしれん。よし、おい。あ、倒したかと思った。倒してないんかい。今の倒したモーションかと思ったら違ってた。はい。あー、このハートがこう壊れてる状態を直す食べ物持ってきてないんだよな。おお、なんか見たことないライネルに出てきたよ。うん、ちょっと待って、これ見たことねえやつだ。おお、獣王の弓、ナイス。ちょっと、あ、こいつは剣だ。おいし、剣の方が戦いやすいな。お、このライデルめちゃくちゃ強そうじゃん。よっしゃ。なんだろうこれ、ガシガシ言うこの武器。あれ、そういう仕様の武器かな。はいはい、すごい気持ちいいこれマジで。なんかねえかな。これも壊れそうなんだよね。これあたりで攻撃しろ。よし、ちょっと壊れそうなやつをなんとかしよう。投げよう。よし、もう一丁。あ、もったいないもったいない、確実に当てろよ。よーし、おお倒した。で、あと1体だ。マスターソードでいきましょうか、最後はね。マスターソードでいっちゃいましょう。鎧着てるやつが出てきたぞ。鎧をなんとかこれ破壊しない。おいおい、すっげえ武器だなお前、それ大丈夫？ここら辺、あ、いや違うな。これどうやって倒すのこれ？なんか鎧の耐久力みたいのがあるね。多分それを、壊れた壊れた壊れた。なるほど、そういうことか。よし、おおたまたまなった。やばい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 、たまたまなったやつですね今のはね。ちょっと待って、怖え、その武器怖い。めちゃくちゃでけえじゃん、そのモーニングスターみたいなの。やばいの持ってるこいつ。やばい、盾が壊れた。これでいい。お、すげえね、その武器。よし、でも倒した怖っ、お前のその武器怖っ。ただあれか、トゲ鉄球がついてるだけの武器か。オッケーオッケー。これ重心の剣とかはないんだな、今シーズンはおそらくね。はい。とりあえずこれ取りまーす。この宝箱は、ムジュラの仮面ですねー。ブレスオブザワイルドのダウンロードコンテンツで出てきた敵が、こっちに気づかない。ライネルは気づくかな。他が気づかない、装備ですね。これ神アイテムだから絶対欲しかったんだよね。はい。ということで、今日は水上の闘技場、地下のですね、この辺りにあります。はい。ここでライネル5連戦やってみました。なかなか面白いので、皆さんもぜひやってみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。